行動。僕は問う。成功する人が選ぶ言葉とは何だ。ともかく動く。僕は19歳まで排他的でネガティブの塊だった。人を傷つけることもたくさんあった。ある意味狂ってた。自暴自棄とも言える。死にたいと思う日々の連続だった。そんな僕が19歳である人と出会う。僕の人生はここから始まったと言っても過言ではない。大きな出会いとなった。僕自身のメンターとなる人との出会いだ。最初はその人に対し相当ネガティブで攻撃的な態度で接した。だが時間が経つにつれ、いつしかその人に本音を出すようになっていった。やりたいことが見えない。何のために生きているかわからない。心の言葉を素直に出せるようになり、そんな風に何でも話せる雰囲気を持つ人だった。その人はいきなり一枚の紙を出して、さらさらと4つの単語を書いた。知る、覚える、考える、動く。世の中の大半、普通の人の思考はこうだ。これじゃ成功はできない。じゃあ成功する人間の思考パターンがわかるか、と僕に尋ねた。その人は順番を入れ替え、4つの単語を再び書いた。知る、覚える、動く、考える。